スコント FC はラトビアリガにあったサッカークラブである。2016年12月に財政破綻し解散した。1991年にラトビアの実業家、グンティス・インドリクソンスによって創設された。最初のクラブ名はフォルムス・スコントで1992年にスコントに改名された。1992年より始まった国内リーグでは、 初年度から優勝。1993年から2004年まで指揮を取ったアレクサンドルス・スタルコフスの下ではギネス記録となる12シーズン連続優勝を果たしカップ戦では5度優勝を勝ち取った。スタルコフスが退いた後はタイトルとは無縁になっていたが2009シーズン途中からスタルコフスが再びクラブの指揮を取ると 2010シーズンのリーグ戦で6期ぶり14度目となる優勝を成し遂げた。UEFA チャンピオンズリーグ予選には何度も出場しているが突破した経験はない。2016年シーズンは選手への給料未払い問題などもあり、ラトビア一部リーグへの参加が認められなかった。2016年12月に破産申告の申請を行い、チームは解散した。なし。 ありがとうございます。